ゼロコロナ政策を放棄した中国では感染が急拡大していて、上海市は市民に対しクリスマスの外出自粛を通知しました。クリスマスシーズンの週末、現在午後8時ごろなんですが、本当に街に人の姿ありません。非常にクリスマスで綺麗に飾り付けられているんですが、ゴーストタウンのような状況になっています。上海市政府は感染対策のため、クリスマスの週末は不要不急の外出を控え、パーティーなどを自粛するようにと通知を出しました。中国では市民への厳しい行動制限が緩和されたものの、感染が急拡大しています。医療従事者への感染も深刻で、上海市内のある病院では24日、看護師20人のうち19人が感染し、出勤できなくなったということです。